GT300 クラス期待のニューフェイスです。ヨケボ SXGT3 の選手の2人にお話を伺っていきたいと思います。まずは伊藤選手、お話を伺っていきたいんですけれども、 GT3 戦ということで改めて今の心境いかがですか？はい、僕個人としましては、5歳6歳頃から の、うん、あのスーパー GT の舞台に立つっていう夢が、ようやく叶ったので、まずはあの嬉しい気持ちでいっぱいです、うん、ありがとうございます。上沢選手いかがでしょうか？はい、僕もスーパー GT 目指して、まず第一の目標として、レースをやってきたので、今週末このスーパー GT の舞台で、デビューできるってことがすごく嬉しいです。ライバル時代バチバチだった2人がコンビを組んでるのはどうですか？そうですね、チームメイトですけど、やっぱりそのテストの時とかもタイムがどっちが早い遅いっていうのはやっぱ出るじゃないですか、数字として。なんで、絶対負けたくないなっていう気持ちでは、やってるんですけども、今年はチームメイトとして戦うので、F4 の前の FJ の時に1回チームメイトでレースしてたんで、息というかコミュニケーションはバッチリだと思うので、特に不安はないです。はい、コメントがありましたけれども、伊藤選手いかがですか？そうですね、本当にスーパー FJ の時もチームメイトだったんですけど、その時は本当にチャンピオン争いをしてて、すごい結構レースになるとバチバチな関係だったんですけど、今年はチームメイトということで、お互いいいところを刺激して、で、性格も結構反対で、お互いにどういうところ、普段の日常的に僕の方がちょっとこういろいろ気にする方で、優吾の方はどっちかな、なんとかなるでしょうっていう、簡単に言うとそんな感じなんで、セラセラみたいです。そうですね。性格が違うんですけど、お互いないところっていうのを補い合えていると思うので、ものすごく非常にいい関係だと思います。ファンの皆さんだったりとかも、そういった期待してくださる方たちへ向けて、意気込み、メッセージをお願いします。山沢選手からお願いします。はい、ルーキーですけど、今年は2人とも新人ということで、これからまだまだ経験していくことはたくさんあると思うんですけど、レース通してたくさん吸収して、いち早くヨギボレーシングとともに結果を出せるように頑張りますので、応援よろしくお願いします。ありがとうございます。伊藤選手お願いします。はい、僕も、新人2人ということで、ルーキーらしく行くときは行って、抑えるときは抑えるようにいい走りをして、開幕戦からガンガン行きたいですし、僕らFIFOのプライベーターからもありということで、今 FIFO を参戦しているドライバーたちにも、こういうしっかり結果を出せればこういう舞台に立てるんだっていうところも証明したので、その後、もっと頑張れるように、頑張れるようにしていきたいと思うので、応援よろしくお願いします。応援しています。本当に頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございます。